いや締め替えだな。でもそんな切れられるようなことした俺ら。いや俺ねそんな切れられないと思うよ。切れてもそんな怖くないっしょ今年の3年生とか。ちょっと、ああ座んなよ。おい立て、立ってろ。俺がいいって言うまでお前ら立ってろ。あやす、先週の試合負けたけどあれおめえらのせいだからな。あもう関係ねえみたいな顔してるけどおめえらの応援が小せんだな。あお前チャーリー高校の方がでかかったろ、人数少なかったらなんでさ声小せんだおめえらの方がよ。おい一年お前もこ声出せよ。あとその試合の前ので最後のさ練習おめえらなんかたるんでんだろ。お前何言ってたらどうしてんだよ。立てよ、おい立ってろよ。マジでさ、おい誰だおい、一年のさキャプテン誰。あ田島お前だろ。おいこういうやついるからさおめえら負けてんだよなあ。おめえらのせいで俺らが腐るんだよ。おい分かったか。本当に使えねえな。あ、で、お前らさ、練習さ、何時間前に来た？お前、10分前に来たろ！おい！特にお前だよ！おい！お前、舐めてんのか？ 1 時間前に来いよ！俺ら2時間前に来てんだよ！なんで1年が1時間前に来ねえんだよ！バカだ、お前！っていうところで、お前らが頼んでるから俺らが強くなんねえんだよ。全部お前らのせいだからな。だから今日からお前ら締めるから。あ、なんだよ戻れ。はお前うるせえ。お前誰に。お前うるせえ。あごめんけどうるせえ。うん、3年かもしれん。うるせえ。うるせえってお前、あのさ俺らも頑張ってんの。うん、全員を代表して言うわ。頑張ってんのにそんな言い方されてよっしゃさらに頑張ろうってなるわけないでしょ。下手くそモチベーター。は年下をさモチベーション上げるのにそんな言葉遣いしてたらうざがられるだけだよ。チーム一丸となんないよ、優勝できないよ。それぐらいもわかんないんだね。しかもさあんたいいチームでしょ。よくそんなさ偉そうに言えるね。まず磨いたら自分の技術A, B, C, D, E。 まあ、俺は最近までアンダー15の日本代表だったから、もう来週から A チームに帯同するけど、あ、まあ、別にそこが言いたいんじゃなくて、なんか食い違ってるよ、多分。知らんけど、別に。あなたのことをあんまり、まだ。みんなが3年怖い怖いとか言ってたけど、どこが怖いん？これの。全然怖ないよ。余裕やで。ガラスのハートパリーン割れるからすぐ怖がりすぎ。いやなんでもうちょい下に対する接し方とか考えた方がいいっすよ。座んなとか。いや座った方がいいし絶対カッコつけたいだけか知らないけどまず練習してこいよ。座っていいっすか。あ、どう。あ、全員座っていいよ。じゃあまあ今日河川敷で練習なのでやだ。あ、じゃあ僕からなんか監督に伝えておくから。オフでいいよ。何日か。1で無理。え2無理。3無理。いやちょっと3日以上だと無理。じゃあ5で無理。ん1週間はちょっと監督に言うのはすごい難しそうだ。1週間は何日。な、な、な、7? 何